D です、今日はですね、壁にあの重たいものを、飾ろうと思った時に、壁掛けのテレビとかねを飾ろうと思った時に、壁自体がどういう構造になっているのかっていうのをちょっと雑学を含めてね、説明していきたいと思います。ここにちょっと簡単に、書かせていただいたんですけど、基本的に壁っていうのは、石膏ボードって言われるもので壁を張っている状態になっています。で、石膏ボードの手前がコンクリートだったり木材だったり鉄であったりだとかっていう形になってるんですけど、ほとんどの自宅にはこう壁紙ね、クロスが貼られてると思うんですけど、こんな感じで、ね、コンクリートに直接壁紙を貼るっていうパターンの仕上げ方で、大きく分けてこれだけあります。まあ他にもこう綿壁であったり辻壁みたいなものもあるんですけども、基本的にはこの3種類のどれかが基本的にはなってくると思います。でですね、まずこう壁に、ビス穴、ネジ穴ですねとかを開けていこうと思った時に、下地がない、こういったこの鉄とか木の場合は下地が後ろにない場合ですね、こう咲かさないといけないんですね、そもそも。で、そういったものを探す時に一体どこに下地があるのかっていうのを探すのに、最近ちょっと便利なものがあったので一つ紹介したいなと思います。これなんですけど、どんな風になってるかってちょっと近くで見たらわかるかな。こんな感じでね、壁に押し当てると針が出てきて、その止まったところで、下地があるかどうかわかるっていうような、こんな商品なんですけど、これホームセンターで、700円から900円ぐらいですかね、高いものでもで売ってます。これ結構便利だなと思ったんですぐちょっと買っちゃったんですけど、こうプロとかがね、下地を探すときにどうやるかっていうと、こういう機械を使うことも多分今ではあるんでしょうけども、ほとんどはこう機械でね、ピピピって後ろで下地がこういるとかいないとかっていうのをやる機械があるんですけど、なかなかね、ちょっとこう壁に物を飾りたいなって時だけのためにその機械を買うのはちょっと高くついちゃうんで、これは結構比較的ちょっとおすすめかなと思いました。でですね、こうマンションの場合、一軒家の場合は大体どっちかだと、基本的には木下地だと思って大丈夫です。で、コンクリート打ちっぱなしの家とかになってくると、このパターン、コンクリートに直接クロスの時もあるかなって感じなんですけど、もしコンクリート直接の場合はもう触ればわかります。何にも響きません。あとでね、壁の比較、壁はね、基本的に下地が何になってるのかっていうのは叩けば大体音でわかります。その比較も後で、紹介したいと思いますので。で、ちょっとややこしいのがですね、マンションとかになってくると大体下地が鉄でボードになってるパターン、木にボードを張ってるパターンと、あとコンクリートにこう GL 工法って言って、あの壁にボンドみたいなものをつけて、こうボードをねビチャって圧着してるっていうやり方っていうのがありますけど、これだとね、なかなかこう下地が見つからないことが、ほとんどです。壁にかけたい重さによってちょっと変わってくるんですけど、処置の方法が手っ取り早くそこまで重たくないものを飾るにあたっては、こういったね、ホームセンターで売ってる石膏ボード自体にこう重みを持たせるようなものっていうのも、実際販売されてます。ビスでね、直接こうネジを打つパターンっていう時は、基本的には下地を探すっていう形でいけたらいいかなと思います。で、コンクリートの場合、穴を開ける時っていうのは普通のインパクトドライバーではなかなか開きません。で、下穴を開けないとネジを止めれないので、こっちになってくると、振動ドリルとかっていうまた専門道具が必要になってくるので、極力ね、あのネジとか、インパクトドライバーとかこう手でね止めたいなっていう時は、極力これは避けて、ここかここぐらいで、どちらかが一番まあベストかなと思います。土壁とかこう綿壁とかになってくると、直接その止めることが基本的にはできないので、できてもこうすぐボロボロになってすぐ取れちゃうんで、土壁の時っていうのは周りに、必ずこう柱になるような木材が多分出っ張ってると思います。その木材に止めるようにしてくれたら大体のものは止めれるかなと思います。ではですね、壁の音ですね、音を比較していきたいと思うんですけど、私一軒家なんですけど、大体外の壁で、これがね、あの木材系の音になってきます。けど、ね、木と鉄の見分け方っていうのが軽鉄下地っていうんですけど、木と鉄の時の見分け方が正直分かりません。なかなかね、何でできてるのかって難しい。一軒家の場合はほぼ木材だと思って大丈夫です。で、マンションになってくると、マンションの部屋と
例えば202号室と203号室の間の壁っていうのは基本的には鉄だと思って大丈夫です。鉄もしくはコンクリートです。木材はないです。古いマンションだとあり得るかもしれないんです。基本的には鉄、今のマンションだと鉄かコンクリートのどっちかになってきます。でですね、私の家にはね、鉄系のものとか、あとはあこういう GL 系、コンクリート打ちっぱなしっていうものがないので、別のところで撮影したいと思います。でマンションに今来ています。ちょっと知り合いのところにね寄させてもらって壁の実験をしたいと思います。音をちょっと聞いてほしいんですけど、今から叩く壁っていうのがクロスの手前がもうコンクリートのものです。わかりますかね、この全然響いてない感じ。これが、コンクリートをそのまま、壁紙を貼った状態です。でこっちが、先ほど言ったボンドで圧着しているような貼り方をしているのがこれです。これが GL 工法に終わった壁になります。ここで叩くと分かる。コンコンコンって言ってすごく響くような音をするときは GL 工法です。これ下地ありません。なので、何か重たいものをつけたりするのにはかなり向かない壁になります。で次にですね、こっちが、下地が鉄になります。最初に聞いた木材とほとんど音が変わらないんです。で実際開けてみないとわからないです。正確に判断しようと思うと穴を開けないと正直実際わかんないところがあるかな。あとは先ほどのね、あの針で刺すタイプのものでいくと木だと若干刺さります。やっぱ木そこまで硬くないん で鉄なんで、こっちは鉄なんで下地があるところに刺さるとそれ以上入っていきません。それでちょっと若干判断できるかなって感じです。はい、ということで、最後にね、音、4種類ぐらい音を取ってきたんですけど、最後続けて、再生したいと思います。どうぞ。が鉄になります。これが、この音が GL 工法に終わった壁になります。ここで叩くと分かる。コンコンコンって言ってが鉄になります。これがこの音が GL 工法に終わった壁になります。ここで叩くと分かる。コンコンコンって言って、はい、今回、壁の種類ってことで、紹介をさせていただいたんですけども、まあね、自宅の壁が実際こうどういった形になってるのか、あと実際こうねこんな壁こんな重たいものができるのかなっていうのを参考にしてもらえたらなと思います。今回の動画はこれで終わります。ありがとうございます。この動画を見て良かったなと思ったら迷わず高評価の方お願いします。あと、こんな動画を見てみたいとか質問したいことがあるなどは、下記にある LINE アットの方で気軽にご連絡ください。最後まで来ていただいてありがとうございました。